のネバネバネットで攻撃しちゃって。それあんたが悪い。デジモンに？そうですよ。あたちの故郷はデジタルワールドって言うんでしょ。デジタルワールド？うん。こことは違う世界でしょ。ねえ、ここは人間の世界なんですか？世界っていうか、ここは人間が作った仮想空間だよ。やっぱりそうなんですか。あたちは詳しくは知らないんでじゅが、デジタルワールドと人間の世界は重なり合うように存在しているって聞いたことがありましゅ。二つの世界は本来はつながっていないんでじゅが、何かの表示に交わる時があって、きっとあたちもそうやって交わった道を通ってこっちに来ちゃったんですね。あんた、やっぱりエラーしてるんじゃない？へぇ、なんでそんなこと言うんですか？こことは別の世界なんてありえない。あるわけない。あたちはエラーなんてしてません！デジタルワールドは本当にあるんでしょ？君は信じる？ありがとうでしょ。こんな荒唐無稽な話すぐ信じるなんて早計だと思うけどな。本当にデジタルワールドはあるんでよ。この仮想空間にいるデジモンたちはみんなあたちみたいにデジタルワールドからやってきたんですから。確かにデジモンたちを作ったエンジニアのことは誰も知らない。自然発生的に現れたものにしてはプログラムとして完成されすぎているし、でもまさか、信じてくれないんですね。救命医でしょ。別にそうは言ってないでしょ。じゃあ信じるとも言ってないよ。この件は保留。検証材料が少なすぎるもん。でも嬉しいでしょ。君優しいでしょね。そんなんじゃないから。でも私これからどうすればいいですか？デジタルワールドに帰りたいけど、帰り方もわからないんでしょ。私たちに聞かれても困る。あんたはどうしたいの？私は言っとくけど、私は当てにしないでよね。私デジモンに興味ないし。帰り方がわかるまでうちにいてもいいけど。いいんですか？ありがとうです。ずっと一人で寂しかったんです。わーいわーい。押し切られた。何見てるの？しょうがないでしょ。なんだかあの子放っておけないんだもん。
あんなに喜んでる。デジモンのくせによく喋るし、ドジだし、変な子。でも、なんだか、面白いかも。あの子、助けてくれて、ありがとね。それと、叩いてごめん。寝れたんで。でもまた、ノックなしで入ってきたら叩くからね。ほら行くよ、ワームも。